ナイスバディエブリバディ、どうも藤代です。そしてと言いたいとこなんだけどさ、なんかペロコちゃんどこ行ったんだべ。見当たんねえんだよな。何日か前からいないんだこの辺に。先生、お先生、おお、ここです。お僕です。はいはい、あどうもどうも、はじめまして。はじめまして。はい、はい、あペロコさん、韓国に旅行行ってます。韓国聞いてないですか。聞いてない、聞いてない。韓国行ってんの。しばらく前に。あそう、しばらく前に、うん、しばらく行くって。あららららら、聞いてないですか。聞いてない、聞いてない。あそれで僕代わりに、うんうん、今日助手を務めろって言われてきたんですけど。あんたが、はい、へえ、あんた名前なんていうの。丸羽慎二郎です。丸羽慎二郎、はい、へえ、なんかあんたどっかで見たことあるな。多分そうだと思います。あなんか、うん、虫の検査のやつじゃないですか。そうです、虫の検査の。そうです、そうです。あれあんたか。違います、父です。お父さんか、はい、お父さんどうしてんの。他界しました。あらららら、はい、そうか、数年前に。あ、はい、それ、ね、やってくれんの。はい、やります。やるのはいいけどさ、はい、あんた寒くないの。そんな格好で。別に寒くないです。大丈夫、はい、うん、生まれつきなんで。すっぽんぽんだけど。生まれつきだ、うん、はい、あこっち見るんでないよ。ああそのままだよ。ああお尻向けとけばいいですね。怒られちゃうからね、うん、YouTube。 わかりました、うん、はい、それじゃあね、今日はね、うん、ついにやったな、うん、ああマスターがね、これ日本最大級なんてね、級なんて遠慮して言ってたけどさ、遠慮して、ね、多分日本最大だ。最大の外国の人のさ YouTube とか見たらさ、うんうん、もっとでけえコース作ってる人いるけど、ね、日本では見てねえんだよ な、 な、ね、俺が知らんだけかも分かんないけど、うん、一応日本最大って名乗らせてもらう、うんうん、このコースでレースやる前夜祭的なもんだな。あいいです、ね、うん、盛り上がっていこう、はい、この間ね練習走行したからさ、うんうん、練習走行の模様ちょっと見てもらって。見たい見たい。今日なのさ、うん、今夜なのさ、あれですかね、うん、それもまた改めて後日動画にすっけど、うんうん、それと続ボディ製作機だな、はい、うん、なんか先生間違った方向に行ってんなと思うんでな、うん、ちょっとみんなの意見も聞きてえなと思ってんだ。という2本立てでさ行こうと思ってんだけど、はい、うん、丸和くんでいい。丸和でいいです、うん、丸和くんはさ、はい、ターボレーシング知ってか。知ってます。あ知ってんの。持ってます。あ、ね、持ってます。持ってんだ、うん、レースとかやんの。いやいや、レースは一人でもっぱら、うんうん、それ一人でやったらな、はい、飽きるからな、まあ、うん、そうなんですけど、うん、面白いですよね。はい、うん、それではまずご覧いただこう、はい、これが日本最大のターボレーシングサーキットだ。ドドン。うわ、やったなマスター。これ畳2畳分ぐらいあると。広いですね。うん、でね先生が作ったね、うん、ガソリンスタンド型充電器っていうね。あ、うん、これも置いてくれてんだ。作ったんですね。これ走りもね、うん、ラップタイムとかちょっと分かんないんだけど、はい、これなかなか走りごたえがあってさ。あ、うん、でスロットルをパーシャルだとかさ、パーシャルオフにしないと曲がりきれねえコーナー作ってるから、なかなかテクニカルだよこれな。なるほどなるほど、うん、コース幅もね10センチ以上あって十分だな、うんうん、これを使って今夜レースやるんだと、うん、今夜なんか先生も楽しみになってきたな。あららいいですね。カメラ持っていく。カメラ持って皆さんにお見せしていく。さすがですね、うん、はい、そこら辺もちょっと期待しておいてください。はい、はい、続きましてはボディ製作機だな、うんうん、そうですね、うん、あのさ、はい、うん、どうなんだろうな。何が先生サムネにも書いたけど間違ってる方向に進んでる気しかしねえんだよな、はい、と言いますと戦車あたりからおかしくなってきたんだ、うん、で今回ご紹介するのもさ、はい、アメリカントラックよ。かっこいいじゃないですか。アメリカントラック、うん、日本のトラック野郎作ったからさ。ですよね。アメリカのかっこいいトラック作りたくてさ、はい、あともう一つはなんか見たことがあるような走行車だな。ありますね。なんか見たことあるような走行車あります。これも先生大好きなんだよな、映画の中で。僕も大好きですね、うん、っていうまずね2体をご紹介したいんだけど、はい、このアメリカントラックなんだけど、うんうん、戦車のね 25g のでっけえボディをさ、ね、引っ張って歩いたもんだからさ、はいはい、ターボレーシング意外と力あるんじゃないかと思って、ね、なんか引っ張らせたくなったんだよな、はい、でも引っ張らせたいっていうかターボレーシングの楽しみ方は基本的にねレースだからね、うん、こんなボディで走ったら遅くてしょうがないからさ、ね、うん、だから先生間違った方向行ってんじゃないかなと思ったけど、いやもうやるしかないね。いいんじゃないですか、ね、うん、なんかセンギバースのダウンロード数がなんか増えてくるのが楽しくてしょうがないな。増えてるんですね、うん、これちょっと丸和くん見て、はい、うん、これちょっと失礼しますよ。よいしょ、うん、これかっこいいっしょ、うん、ちょっと何すんだよあんた、うん、ダメだよそんなことしたら。なんでケツに当てんだよ。いや僕の癖で汚いだろうおめえ。汚くはない。あんた綺麗な顔してるけど、はい、ダメです。いやー、いやちゃんと洗ってますもん。なんなのそれ。癖っていうか。そうなの。職業病。それはわかるけどさ、うん、
いや、それ人前でしない方がいいよ。特に人のものにするんでない、うん、そうなんですか。あんた何さ、そうやって全部何肛門に押し当ててんのかい、はい、何でも一応食べ物、はい、本当食べる前にすごい癖持ってんね。いや、これで確認して、はい、まあ、そういう仕事だからな、あんたな、まあね、うん、はい、それそうなっても分かるわ。分かります、分かる分かる、うんうん、次行ってみよう。はい、はい、次に紹介するのはさ、なんかの映画でどっかで見たようなことのある装甲車だ、うんうん、あるある、見たことあります、装甲車、うん、この間も見ました。宇宙海兵隊が乗ってるやつよ。あ、言っちゃった、うん、言っちゃった。なんか勝手に作ったらやべえかなと思ってね、かっこいいんだよな、これな、かっこいいですよね。私って僕も好きです、うん、これで苦労したのはさ、うん、まあ、重さもそうなんだけどさ、はい、車輪が合わねえんだね、全く合わねえんだ、うん、ターボレーシングの車輪出したらさ、うん、すんげえ変な形になるんだわ。でしょうね。だからこれダミーの車輪つけた、ダミーの車輪な、うん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 、前の走行でもやったけど、うん、ダミーの車輪つけてカポッとかぶせるタイプなんだ。いいですね、うん、これ特筆すべきは、うんうん、この車体の上にあるこの大砲みたいな、ね、大砲ね、大砲がさ、うんうんうん、動くんだよ。動くの？あ、動くっつっても別に稼働するんじゃなくて、うん、違うんだ、瞬間接着剤でどっかにつけていいっていうね。それ動くどこにつけても自由だよっていうね、うんうん、映画の中では後ろになるシーンもあるから、うん、ありましたね、あのシャッターくぐるシーンね。それ再現したい人はダウンロードして瞬間接着剤で後ろにつけて、瞬間接着剤ね、うん、劇中を再現したい人は上につけてね、こう前に向かって撃つぞっていうね、うんうん、感じ、うんうん、これも丸和くん、これ見て、あ、ちょっと失礼します、うん、あ、やっぱり肛門に当てんだな、はい、うん、これの方が感じやすいです。わかる、わかります、起伏がわかります、うん、あ、すごい、あ、いい、当てていいよ、すごい成功にそれしてるからどうせ、うん、ということで、いつものようにさ、あのスイングバースっていうサイトにさ、うんうん、アップロードしてんだけど、ね、ごめんね、アメリカントラックちょっと待って、うんうん、あ、まだですか、走行車は大丈夫だから、うんうんうん、アメリカントラックはさ、あの後ろに引っ張る、あ、あの荷台みたいなのがね、荷台ね、先生失敗したんだ、さっきな、それがないとね、うん、で失敗しちゃったからさ、ちょっとあの直してんだわ、うん、失敗するんですね、近日、うん、次回かな、次回の動画かな、そうですね、うん、にあのダウンロードできるようにしとくからね、はい、ちょっと楽しみに待っててください。お楽しみに。というわけで、はい、今回の動画は以上なんだけど、うん、どうだったかな、丸和くん、楽しかったです、うん、お尻痛くない、お尻大丈夫です、痛くない、尖ってる部品あるからね、はい、うん、はい、気をつけてな、はい、何でも一回目で見てからだぞ、はい、うん、それからいいから、先生のやつはやっていいから、いいんですね、うん、分かったから、ありがとうございます、うん、ペルコちゃんまだしばらく帰ってこないって言うんだったら、うん、多分 ね今夜レースだからさ、うんうん、その動画もあの近日、うん、スピード感を持ってな、スピード感を持ってスピード感、スピード感を持ってアップロードしたいから、それちょっと付き合って、僕も楽しみ。それでですね、うん、まあ、次回予告は全く当てにならんつんだけど、ね、今やってんのはね、はい、これマスターまたおかしなこと考えたな。何ですか、おかしな競技考えた、おかしいな、うん、これが動画見てもらえば分かるけど、うん、おかしな競技にね、何を、専用のボディを作ったんだけど、うんうん、またこれが紆余曲折あってね、皆さんに聞いてほしいね、あらら、うん、ということで、はい、次回の動画は日本最大のコースでのレースの模様と、うん、日本最大マスターの考えた変なゲームのボディ制作機になるかな、はい、うん、楽しみ。それではご視聴いただきありがとうございました。次回ね、楽しみにまでしなくていいけど見てやろうって方は見てください。それでは あのさ、はい、丸和くんは、はい、映画見るか、見ます、うん、大好き映画、はい、うん、先生映画好きなんだ。先生も映画好きっつっても、まあ、はいはい、映画館にもね、この間エヴァンゲリオン見に行ってきて、見たんですね、もうもっぱらのレンタルビデオな、うんうんうん、先生あのネット配信とかの進んだのちょっとやり方わかんないからさ、うちはありますよ、うんうん、それで最近思ったのよ先生、うん、あのサスペンス好きなんだ、サスペンス、ね、うんうん、あのサイコサスペンスとかな、あ、うん、それでさ、はい、サスペンス見てえなーと思って、うん、もうあらかた見てしまったのさ、小さいゲームだから全部見ちゃった、うん、それでパッと見たらね、はい、なんかこうセクシーなね、セクシーな、セクシーなあの女性が書いてあるやつは、エッチっぽいやつですね、あのね、裏にね、はいはい、エロティックサスペンスって書いてある、エロティックサスペンス、エロティックサスペンスって、うん、でこれじゃねえなと思って次の見たらまたエロティックサスペンスって書いてある、ね、エロティック、もうエロティックサスペンスのコーナー作れってんの、作れってんのね、うん、それで最近先生ね、うん、あの暇だからさ、暇ですか、ゲオ行ってさ、はい、うん、あのジャケットの背表紙みたいなとこあるべ、背表紙、はいはい、背表紙みたいなところを見て、うんうん、裏にエロティックサスペンスって書いてあるかどうかゲームしてんだ一人で、それゲームなんですね、これどうだみたいな、ね、うんうん、バッと見たらね、うん、やっ
ぱりちょっと背拍子もちょっとあのセクシーなのよ。セクシーセクシーな背拍子でパッと見たら裏にエロティックサスペンスって書いてあるの、ね、いいですね。時々失敗してエロティックスリラーと書いてあるの、ね、それは違うんですね。エロティックスリラーってなんだよと思ったけどな、うん、あそうですね、やんないの、まあ、そういうの。でもエロティックスリラーっていうのは